次に落ちてくるのは。その頃、相方カナダは私も捕まっちゃったな。エレベーターで、このまま持っててやるぜ。てか暗いよ、怖いよ。じゃあちょっと引き続き探してきます。はい。と、そこにSatoda Satoda 気づけるか。Satoda、そのまま2階へ。行き当たりばったりの佐藤だ。やはりさっきの発見はまぐれだった様子。現在プレイヤーが探しているのはこちら。田中は再び3階へ。さあ、このフロアに伊達くんがいましたよ。田中の接近にドキドキしている人物が。こっち絶対くんな。隠れているのはビヨンセ。渡辺直美が隠れているのはここ、このこたつの中。しかしかなり窮屈そう。ちょっと待って、あの、はい、無理やり隠れるものの、これではすぐにバレてしまう。だが渡辺にはある秘策が。それがこのパネル。こたつの中の写真パネルで奥行きがあるからごとくカモフラージュ。果たして100万円をつかむことはできるのか。ちなみにその使い道は、今だったらどんたちとアメリカに行こうかな。飲めたら、アメリカにちょっとライブでもやろうかなって。大きいね。アメリカ進出を夢見る渡辺に田中が接近。全然おらへんや。いきなりめくられた。ここはどうか。パネルが効いたか。田中はスルー。さあ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 、血圧か。そして思わぬ悲劇が。あ、指示出すやつだ、これ。やばい、抜けようなと思った。うわ、勝手に やり始めようと思った。嘘でしょ。携帯電話気持ちいいですね、やっぱり。1階を捜索中の遠藤、すると、商品が吹っ飛ぶ爆破トラップ。やっさ爆発。一方、佐藤にも悲劇が。もったいない髪や。その頃、3階を捜索中の田中はある人物に接近していた。